下関国際高校、ノックを始めてください。本日の第2試合、大阪桐蔭高校対下関国際高校のスターティングメンバーを発表します。先攻、下関国際高校の1番センター赤瀬さん、背番号8番、2番ショート松本君、背番号4番、3番ピッチャー中井君、背番号6番、4番ファースト萱原、背番号5番、5番ライト水谷君、背番号9番、6番レフト奥山君、背番号10番、セカンド森背番号10番、8番山下背番号3、9番セカンド橋爪君背番号2。以上が先攻下関国際高校スターティングメンバーです。大阪桐蔭高校のスターティングメンバーを発表します。1番サーバー伊藤さん、背番号5、2番ラロン谷口君、背番号9、3番ヤツラ松尾君、背番号2、4番ファースト針山君、背番号3、5番センター海老根、背番号8、6番レフト齋藤君、背番号7、7番セカンド押し込む、背番号4、8番ショート背番号10、ミスター前、背番号18、以上が高校大阪桐蔭高校のスターティングメンバーです。この試合の審判員を紹介します。4種の審判員です。この試合の公式記録員は栃木県公立佐野西場内アナウンスは宇都宮商業高校の箕輪里奈が担当いたします。試合開始まで今しばらくお待ちください。今入っていきます。でもメンバー見てるね。根本的にレベル高かった。
感染症対策へのご理解とご協力をお願いいたします。意外とまあまあですね。